東京2020大会に向けた施設整備。東京1964大会のオリンピックスタジアムであった国立競技場が2020年までに新しい競技場に生まれ変わります。東京2020大会では開会式、閉会式のほか陸上競技やサッカーが行われます。大会後はスポーツや文化関連イベントに使用される予定です。2018年7月18日、工事中のスタジアム内部が報道陣に公開されました。スタンドが立ち上がり、屋根工事が行われています。完成は2019年11月末の予定です。詳しくは日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。また東京都が整備している施設につきましては、施設が立ち上がっていく様子を定点カメラで撮影したタイムラプス映像を東京動画に掲載しています。施設の完成まで随時更新していきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。